Hey, Fenty. あの猫、君の猫だったんだ。吟遊野郎、お前も手伝いに来てたのか？手伝い？手伝ってほしいのは僕の方だよ。あれ？でも今マーガレットにリトルプリンスのことを聞いてたよな。いや、僕がスペアで持ってた星鉄の弦が盗まれたんだ。その犯人が猫のリトルプリンスだったんだよ。モンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけど、ちょっとばかし自由すぎるよ。リトルプリンスはやんちゃだからね。 Spoken just like a parent who chose to spoil said rascal。 バルバトスみたいだな。素敵な比喩だ。あ、コホン、ひとまずリトルプリンスを見つけよう。今夜演奏の予定が入ってるから、早くスペアの弦を取り戻さないと。下手したらお客さんをがっかりさせちゃう。そもそもなんで猫が弦を盗むんだよ。猫は毛糸玉が大好きだからよ。星鉄の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだ。だからいつも毛糸玉のようにぐるぐると巻いて持ち歩いてるんだよ。これは吟遊詩人の小さな秘密さ。ふふん。へえ、弦に風元素の力が。よし、手がかりゲットだ。早速元素資格で確認してみようぜ。きっと何かしら風元素の痕跡が残ってると思うぞ。例えば足跡とか。お願いね、リトルプリンスは黒猫よ。商業エリアと居住エリアの近くにいると思うの。あ、そうだ、この魚はリトルプリンスの大好物だから、持っていけば何かと役立つはずよ。私の願いを聞いてくれるかな。おう、udah waktunya berburu。 Oh, ini ada tombol baru ini。 klik kanan ngedodge。 Oh iya, klik tengah ya。 Sini kah?おい、見ろよ。あれ、マーガレットが言ってた猫じゃないか。きっとあれがリトルプリンスだよな。ayo ambil gas。 woi langsung dapetよ。かなり探したんだぞ。もうリトルプリンス、私を見捨てないでちょうだい。おいおい、二人の世界に入っちゃったよ。星鉄の弦もあったぞ。ほら、吟遊やろう。本当に見つけてくれたんだ。もう諦めかけてたよ。感謝の気持ちにこの弦で貸し切りステージを用意してあげたいくらいだ。はあ、ティッシュ。リトルプリンスがこんなに近くにいると猫アレルギーがまた。通りで自分で捕まえられなかったわけだ。
とにかく助かったよ。じゃあお先に。おっ、激しOke, mission complete. Sisanya yang ini. Yang masak nanti aja. Terakhiran. Oh, Lisa. Lisa-san, 全集報告表を届けに来たのか？あら、かわいこちゃんじゃない。そうよ。ジンが倒れたって聞いたから。書類仕事は私が引き受けたの。そうなのか。じゃあオイラに手伝えることはなさそうだな。じゃあ。な、待って、実は。私が言おう、リサさん。先ほど取引先から急な注文を受けたんだが、店内の在庫が足りてなくてな。実はワイナリーからの搬入が遅れているんだ。よければ荷物がどうなってるか確認してきてくれないか。そんなに緊急なのか。ああ、臨時の注文でね。できれば急ぎたい。それに何か問題があったんじゃないか。ちょっと心配でしょ。Okay, I will see what I can do. Okay, but my next dream here had better be on the house. Satu. いらっしゃいませ。リーユへのジュエリーですよ。ke arah sono 500.助けに来てくれたのか。ありがとう。長いことワイナリーで勤めてきたが、ヒルチャールの強盗に会うのは初めてだよ。もう少し来るのが遅れていたらどうなっていたことやら。安心しろ、ヒルチャールなんかにこいつは負けやしないから。よかった。この運搬用の熱気球の護衛はお前たちに任せた。ヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。何かあったら俺もお前も支払えるような額じゃないからな。それじゃあ頼んだ。俺はこの先で待ってる。ウサッ、langsung berangkat。mana ini maksudnya?ありがとう。もう半ば諦めてたんだ。お前がいてくれて助かったよ。ワイナリーの人たちにお前の評判を広めとくよ。じゃあな。おう、あぶしりない。てか、ラパン。
Langsung si sayang masa ini. Oke, udah 4 yang jadi. Gas bikin 1. Apa tadi namanya? Stick. Oke, udah jadi. Ninjin to oniku no honey sote 1つ. Motte kimashita ka? これはあなたが作ったんですか？その料理の腕すごいです。あなたのような料理人を待っていました。これでもう大丈夫そうだな。ええ、ありがとうございました。あとのことはアンバーさんがうまくやってくれるはずです。いつか冒険に飽きたら鹿狩りで働くことも検討してみてくださいね。よし、全部の依頼が無事完了したな。ジンの仕事って大変だ。ジンは体調良くなったかな？教会に見舞いに行ってみようぜ。Oke, langsung ke gereja. Barbara, 戻ってきたぞ。おかえりなさい。お疲れ様。How is Jin doing? I'm sure you must be exhausted too.How is Jin doing? ジンももう意識を取り戻したから安心して。まだ体調は万全じゃないけど。本当か？よかったな。ジンに会っても大丈夫か？実は今、大聖堂を出て行ったばかりなの。もう少し休んでって言ったのに。ジンがもう大丈夫だって言って聞かなくて。多分またバネッサ様のところに行ったんだと思う。バネッサ様のところ？大英雄バネッサ様を象徴する風たちの地にあるあの木のことだよ。Hugh tree at wind rise. Oh, yang pas perpisahannya Venti itu. Yang Archon, quest Archon prologue yang terakhir. Jin は何か迷いを感じた時いつもそこに行くから。そんなことまで知ってるなんて、バーバラはジンのことに詳しいんだな。それはジンがここを出るときにそう言ってただけだから。 Jin is still recovering, right? Will she be okay out there on her own in her condition? Recovery.Atas bawah, atas bawah. Kayaknya sama aja sih. Recovery. 私も心配なんだけど、仕事がまだ終わってないから。わかった。ジンのことはオイラたちに任せろ。ありがとう。それなら安心できるよ。あなたたちに、そしてジンに、風神のご加護があらんことを。Yuk, langsung ke pohon yang gede. Vanessa 様、門戸を見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私は、あなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。ジン、体は大丈夫なのか？ああ、もう平気だ。君たちがここに来るとは思わなかった。気遣いに感謝する。本当か？さっきジンの後ろ姿を見たとき、疲れてるように見えたぞ。少し無理しすぎじゃないか？
You can always rely on the other knight. You can always rely on us. Suara apaan itu? Kayaknya yang Hirukul itu. Ah, kimi tachi no sono kimochi dake de juubun ni genki ga waite kuru yo. Arigato. Shikashi, kono teido no koto o hitori de katazukerare nai to wa. Watashi dewa バネッサ様のようにモンドを守れないだろうな。ジンはバネッサにすごく憧れてるんだな。ああ、最初の騎士団団長であるバネッサ様は強くてお優しい方だ。私はその歩みをずっと追いかけてきた。志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、ダンディライオン騎士としてセピロス騎士団を作り上げモンドを守ってきた。ダンディライオン騎士ってジンのことじゃないのか？ダンディライオン騎士もシガ騎士も歴代の騎士団が継承してきた称号だ。そうなのか。じゃあ今のジンは優しいダンディライオン騎士であり強いシガ騎士でもあるんだな。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。何せその名を名乗るには強さが必要だから。 I could getused to chin the lion fang knight. Actually, than the lion knight suit you better. そうだな。ジン？そこにいるのは誰だ？やはり気づかれたか。弱っている騎士団長を倒すチャンスだったというのに、まさか邪魔者が入るとは。ジンが不調だって話、奴らに漏れてたのか？こんなタイミングを狙ってくるなんて卑怯だぞ。ダンディライオン騎士の名にかけてこのような卑劣な奇襲に屈しはしない。気を逃したし、こちらは撤退させてもらおう。待て、追うぞ。ジン、やっぱり。You should go back and rest. He called the luring Jin into a trap. ダメだ、私は行かなくては。また無理してるな。安心しろ、オイラたちがとっちめてきてやる。いや、君たちを信頼していないわけではないんだ。ただ目の前の敵を置いて逃げるのは職責を果たさぬことと同じだから。ならオイラたちも一緒に行く。それでいいだろ。理解してくれてありがとう。お願いしよう。なにと、コブリンや。langsung lari aja lah。goodbye Jin。yuk langsung masuk。Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!